色欲、夢見てるわ夢見てる。続きやっていきます。さあ、前回のパートは、ゴリラと話したり、変な化け物に追いかけられたり、妹のことを殴りたくなったり、そんな回でしたが、今回はどんなことがあるのか楽しみですね。もうすぐ温泉に着くよ。マジで人魚おりそうなところおるかわからんけど、おりそうな一番もうポイントよな。ノエさん、聞いてもいい？君のスリーサイズはいくつだい？いいカップかい？いいカップなのかい？どうして人魚を探していたの？いや、そりゃそうやな。テル君が結構そういうこと聞くような肉食系には見えんもんな。そういうことよな。人魚を探していたの、そりゃそう気になるよな。旅館に住んでいたのだとしても人魚の存在は知らなかったんでしょ。昔夢で見たの。夢で？人魚のこと？夢？なんだ？前日に何をしたんだよ。人魚の夢を見るって。そう。とは言っても、夜に見る夢の方だけど、それ分かっとるわ。ノエちゃんにそんな能力があるとは、テル君と同じ能力があるとは思ってないわ。もう見とる大半の人がそっちの方を思っとるわ。子供の頃、あの人形、夢で見た。へぇ。めっちゃ湯煙立ってるやん。これあれやな、アニメとかでお風呂のシーンとかあったり、だいたいこういうめちゃくちゃ湯煙立ててさ、体隠すんよな。もう、あのテレビの事情的な、テレビの放送上の事情みたいな感じで。その夢では、私とお母さん、そしてお父さんが夢の中を歩いているの。白いもやの向こう側には人魚がいて、お父さんはそっちに歩いて行っちゃうの。あ、これ人魚か。人魚よーみたいな、結構胸大きいし、暗算型だし、ボンキュッボンやな。まあ、人魚はボンキュッボンが別におかしいことではないんかな。それお父さんさ、女の子の、人魚とは女の子の裸見たくてそっち行っちゃうわな。お父さんにそういう偏見もとからな。私やお母さんの呼び声は聞こえずに振り向くことなく歩いていく。女体を見て、見た、にと、え？女体を見るためにか。お父さんそっち女風呂よ。そして翌日お父さんはいなくなった。そりゃそうじゃ、捕まったわ、それ。そりゃ覗きで捕まったわ。子供の頃、どうしてあんな夢を見てるかわからなかった。だけど人魚の居場所がこの旅館だと特定された時、記憶と記憶が一つにつながった気がした。インスピレーション？インスピレーション？イエス、インスピレーション。そしてあなたたちの言う霊の見る夢の話が確信に変えてくれた。きっとお父さんはあの人魚の霊に捕まったんだって。いや、警察に捕まったんちゃう。そりゃ覗いたけん。女風呂覗いたけん。お父さんが人魚に制されたのなら、私、助けに行かなきゃ。ダメだと思うよ。だって刑務所の中やもん。ノエさん。怖くなかったんですか？え？子供の頃に夢で見たからって。こんな場所に一人で来るなんて。そうよな。テル君。私はこう見えて腕っぷしが強い方なのよとか言うたら俺引くわ。ちょっと Z キー押して、決定キー押して、それ次にこれ言うたらちょっと引くけんな。ノエちゃん、何も知らずに生きるなんてそっちの方が怖いよ。お、あのおばあさんが私の家系の人なんだとしたら、人魚に何をしたのか真実を知りたい。ああ、知らん方がね、取った方が楽な時があるみたいなところ。お姉さん、知らない方がいいこともあるんだよ。え、知らぬが仏って言葉あるもんな。ルナの言う通りです。ここから駅で帰りたかったら深く知らない方がいい。テル君、な、何を言ってるの？なんでお母さん出てきた今。なんでお母さん出てくるのこれ。母は人を占うときに決して全てを話せなかった。
人は知りすぎてはいけないんだって。深く知っちゃいけない？そうだよ。知れば知るほど霊の存在は強くなっていき、災いを呼び寄せてしまうんだ。ああ、霊って知られるほどに強くなっていくみたいな、前作の次の日でも四季子、村岡四季子の話でそういう話出たけど、このゲームの作者さん的に霊ってそういう概念っていう、そういう解釈なんかな。それだけ怖い存在なんだ。野谷さん、決して無茶はしないで。あなたと一緒に帰ることも俺たちの使命なんですから。かっこいい。てるくん、わかった。絶対に無茶はしないよ。絶対するわこれ。絶対次か次の次あたりのパートでやるわこれ。そこら辺の石手に持ってさ、いやーって人魚に投げつけていくわ。あ、また断片。記憶と記憶がつながったってのはこういうことか。記憶と記憶がつながったを表現するかのごとく、この2つの絵がつながっとって。ちょっと笑ったやないか。子供の頃に見た父親の夢の記憶。父親の夢。子供の頃に見た夢、私とお母さん、そしてお父さんが出てくる夢だった。さっき言ったやつや。覗きの話。夢の中でお父さんは人魚のいる方向へ向かって歩いていった。多分人魚だったら警察とか法とかに触れんでいけるだろうっていう、そういう安易な考えだろう。私はお母さんの声は聞こえず、振り向くことなく歩いていく。めちゃくちゃ性欲に従順である。あの時お父さんの声はお母さんからあの人魚に移っていたのだと思う。どういうこと？そして翌朝お父さんはいなくなった。捕まった。私たちを置いて人魚の世界へ行ってしまったのだ。違います。法に裁かれているのです。お父さん、行くか。さあそろそろ温泉に着くんかな。この後がここで扉を開けて、バイオハザードみたいに扉を開けて温泉に入るみたいな。来たー、男風呂。男の方じゃんこれ。言うて文字青いけんこれ。のれんって言うんかな、これ青いじゃん。青いけん男風呂やんこれ。人魚おったらあかんやんこれ。それとも婚約か、ここ婚約なのかな。のえちゃん、おのえちゃんのところの旅館婚約風呂あるの。おばあさん出てきた。え、婚約ってことは別にお父さん入りに行っても捕まらんでよかったんじゃん、婚約だったら。あ、おお、そうか。ここはあの更衣室、更衣室って言うんかな。まあ更衣室でいいや。あるよな、こういう扇風機。扇風機めっちゃリアルやな。ちょっと怖いわ、ここまでリアルだね。ちょっと怖いわ。ああ、こんな感じよな。こんな感じで衣服とか入れれるんよな。扇風機もう一つできた。あ、うわー、なんか赤いの出てる。トマト出るの。え、ちょっとこの旅館蛇口からトマト出るの。トマトジュース、トマトジュース。ヴァンパイアねは御用達。ヴァンパイアで御用達。温泉に着いたよ。ここへ来るまでには人魚に引きずり込まれた人たちはいなかった。きっとこの奥に捕らえられているんだと思う。私のお父さんのことを何か手がかりだけでも見つけたいよ。行こう。来たよ。何が待っとんだろう。ああ、今回は終わらんかったな、てるくん。今回はちょっとゆっくり、ちょっと弱めの力で開けたな。枯れてるー。あ、そりゃそうか。そりゃ、長いこと使われてなかったけん、そりゃ言うなんか溜まってないか。けどめっちゃ穴開いてる。でかい穴開いてるよ。クレーターか。隕石落ちたんか。ここだ。あの、呪いの動画と同じ場所。でも、赤いお湯がない。確かに。なこれ、階段？階段状になってるよ、これ。え、人魚ここに来て、こういう穴掘っていったん。いや誰もおらんからってさ、勝手なことしちゃあかんよ。
お風呂の底に穴が開いてるよ。ここどこかに繋がってるの？わ、この奥で儀式とかやっとんじゃないだろうな。生贄の儀式とかやっとんじゃないだろうな。やってそうなんやけど。誰もいないね。人魚もおらんのかな。どうした？テル君、まさかここに入るの？はい。人魚はおそらくこの下に捕らえられた人たちといるんです。わ、捕らえた人を儀式の生贄にしようとしてるな、人魚。何を呼び出すんか。ヤマタノオロチとか呼び出すんか。どんな状態で捕らえられているかわからないけど。俺は、行かなくちゃ。無謀やん。もう無謀やん。デル君、私も行くよ。え？私、真実を知りたい。あの日いなくなったお父さんのこと、子供の頃に見た夢の真相がきっとこの先にあるんだよ。ノエさん、この先は危険だよ。大丈夫だよ、テル君。私腕っぷし強いから。さっきのお話ちゃんと覚えてるよ。絶対に深入りはしないから。もうここがもうこっから入ることがもう深入りな気がするんですけどね。ノエさん、約束だよ。じゃあルナはここで待ってて。ルナ置いてきぼりなんじゃ。むしろここで一人でポツンと立たせておくことの方がちょっと俺怖い気だけどな。俺どっちかって言ったら、もしかしたら実は人魚下にはいなくてさ、ただいまみたいに帰ってきて、お前は誰だ、お兄ちゃんノエさんみたいな感じになるんじゃん。大丈夫かこれ、入れ違いとか。ガチの踊り方だ。ムンクの叫びかお前は。テル君、この穴の底がどうなってるかわからないからな。お前が外にいないと帰れないだろう。でもテル君、ルナちゃんは一緒に行けないの？なんで急にそんな鬼みたいなことを言うの？ルナはここから帰るのに必要なんです。ルナちゃんにも何か力があるの？ルナが念じると俺にはその居場所が分かるようになるんです。だから待っててもらわないとな。な、ルナ。でもルナちゃん、本当に一人で大丈夫？いや大丈夫そうには思えんわこれ。中に人魚がおるんだったらいいけどさ、もし人魚がさ買い出しとか言っとってたわいま、お前は誰だみたいな感じになったらあかんもん。お姉さん、お兄ちゃんにあんまりくっつかないで。そこか、気にするところそこか。え、サイコパス。ルナ、やめろよ。可愛い妹さんね。どこがや。ちょっとメンチ切られたぞ今。ノエちゃん、ちょっとそういうところに身鈍感なのか。最近特にああなんです。うちは両親が亡くなったので寂しいんだと思います。お父さんもおらんのか。そうなんだ。行こう。こっからはどんなもんが出てきてもおかしくないぞ。これまでやって、おーい、もうこっからはもうダークサイドって言わんばかりに、セブの心の画面も変わったね。恐ろしいね。でも進むんだろ。わ、絶対この奥で何かやってるなこれ。儀式、でかいドラゴンを呼び起こすために大量の人を生贄に捧げてるんじゃないのか。もしかして拷問部屋とかある？この奥。ねえテル君、もしかして人魚がさ、意外めちゃくちゃサディストでさ、連れてきた、捕らえてきた人をさ、鞭で縛いてしょんじゃんか。この先ってどうなってるの？
現実にはあんな穴はなかったはずなのに。さらっとスルーしたな、笑えたところ。電球割れたところさらっとスルーしたよ。人魚の恨みの確信に迫っているんだと思う。恨みの確信？そういや、なんで恨んどんだのかっていうのはまだ分かってないところ。人魚の記憶にはなかった場所、つまり人魚は記憶を ねじ曲げてまでこの空間を作り出したんだ。そこまで人間を恨んでいたの？人間全員を恨んどったかは分からんけどな。今はまだ分からないけど。さあどうなる？本が落ちている。人魚伝説。人魚伝承。人魚とは日本海生息するみたいな、サラ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 、おぞましい姿に変わるだろう。おぞましい姿に変わった人魚は恐ろしい歌声で人々に災いをもたらす。悪女へと悪女になる。そのため人魚をさらう行為は禁忌とされた。でも人魚の肉とは永遠の命が与えられる。だからあんな缶詰になっとる。はあ、なぜこんなことに。故郷の海から離れると寿命が縮まるか。そういえば疑問だったんだ。何が？人魚がどうやって山奥の旅館に来たんだ。離れたらに寿命が縮むし、離れる方法もない感じ。誰かに連れてこら、絶対これあれや、あの老婆がなんか、老婆が言おったもんな、あのなんかどこにいるみたいなこと言おったけどさ、あのロバーとその夫にがなんか人魚に悪いことしたってことは、もしかして、そのロバーの夫が人魚をここに連れてきたみたいな話。自分が来た方じゃなくて連れてきた感じ。誰に。もう分かってるよ、俺にはもうここまで来たら分かってるわ。ヒントはたらふくもらったよ。もうそうか、あのロバーの夫の方がここに人魚を連れてきてさ、それで怒っとったんじゃん。そりゃ自分の生きれん環境に連れて行ったらそりゃそうなる、怒る。きたー、板野友美。うなんだなんだ今の感覚は。別の夢に入ったのか。別の猫の層みたいな、層の層みたいな感じ。テル君、今旅館に入った時と同じ感じがしたよ。別の夢、二つの夢。そうか、わかった、犯人はお前だ。違うな。そんなコナン的な展開じゃないな。ルナちゃん置いてかれちゃったね。戦力外通告だね。多分次のパートではテル君とノエちゃんが二人きりでイチャラブチュッチュするよ。ルナちゃんがどれだけこんな顔したところで事態は変わらないよ。